発熱の仕組み COVID-19 の流行とともに体温測定があちこちで行われていますが、発熱自体は悪いことではない。病気になると、発熱を伴うことが多く見受けられますが、発熱の仕組みと発熱自体は体の正常な活動であると言えます。では仕組みについてざっくりご説明いたします。発熱を起こす物質を発熱物質と呼びます。体外から由来するウイルス、細菌、真菌などの微生物自身や菌体成分、あるいはそれらから産生される物質を外因性発熱物質と言います。外因性発熱物質が生体に侵入して主に自然免疫系細胞に働くと、発熱活性を有する物質が放出されます。発熱物質は血流によって脳に運ばれ、血液、脳関門が欠落している脳室周囲器官の細胞に作用してプロスタグランジン、PGE にを産生します。産生された PGE には脳組織の中へ拡散し、PGE に受容体を活性化しサイクリック AMP を有利します。サイクリック AMP は神経伝達物質として体温調節中枢である視床下部にシグナルを伝え、体温のセットポイントを上昇させます。また外因性の微生物由来物質に対する受容体も視床下部内皮細胞に存在し、その活性化は PGE に産生により発熱を起こします。体温調節中枢である視床下部が刺激されると、交感神経系が活性化され、脂肪組織における代謝性熱産生が上昇し、皮膚内を走る血管の平滑筋が収縮することで、体表面の血流が減少し、体表面からの熱放散が抑制されます。一方、発熱シグナルによる運動神経の活性化は、骨格筋における震え、熱産生につながります。熱産生促進及び体表面からの熱放散抑制の2つの作用によって体の深部温度が上昇します。体深部ぬくを上昇させる生理学的意義としては、体内に侵入した細菌類の増殖指摘温度域よりも体温を上げ、それらの増殖を抑える作用、温度上昇による免疫系の活性化を促す作用、といったことが考えられています。むやみに解熱薬を使用することは、生体の感染防御機能を弱めることにつながりますが、高温の発熱状態にある場合は、食欲低下を改善させるため、また場合によっては脳などへの障害を防ぐためにも解熱薬を適切に投与することが勧められています。つまり、発熱自体は体外からの外敵から体を守るために免疫力を上げたり、ウイルスの活性化を阻止するために脳からの指令で行われている自己防衛本能の一部であると言えます。更年期障害などに代表できる老化現象の原因は、ホルモンバランスが狂い、体の調整機能などが正常に機能しなくなっていることが、その要因と考えられています。その狂ってしまった体内環境を正常に近い状態で保つことこそが健全で健康な体づくりと我々は、考えております。病気になってから強い薬を飲むということは、副作用という懸念がついてきます。日頃から体内環境を最善な状態へと近づけることこそが健康な人生を送るのに最適であると言えます。しかし、どのようにすればいいのかわからないという方が、大半だと思います。我々の販売する期限酵素は、皆様のそんなご要望にお答えできると思い長年の実証研究をもとに作り上げた究極の酵素水と言っていいでしょう。コロナウイルスで社会が混乱しておりますが、人類が戦わなくてはならないウイルスはこれが最後というわけではありません。ウイルス自体もどんどん変異して未来永劫人類に襲いかかってくるでしょう。そうなる前に自分自身の体内環境を整えておくことが最大の予防策です。生活リズムを整え、栄養価のバランスを整え、健康的な生活を送ることが最善であると言えます。我々の販売する期限酵素は、酵素と微生物の力で抗体を活性化させ働ける体内環境を作る目的のバイオ酵素入り発酵清涼飲料です。本商品は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は、一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、
全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に期限構想をお試しください。よろしくお願いいたします。エコロジーサービスは令和時代の新健康促進をご提案できればと、この期限構想を当社では販売しております。お問い合わせはエコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方はホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があればチャンネル登録と高評価をつけていただけると励みになります。